반짝인 노래 혹시 너를 듣게 어땠는지 말해줘 문자로 제일 비싼 단독 공연 가수는 나고 관객은 너 하나 今日さ、お化粧変えた。よくわかったね。ちょっとライン上げたんだけど、眉毛をちょっと細めにしたね。こうシュッてなるよね。お団子の仕方見たい。え、これなんかめっちゃ適当にさっき縛っちゃった。あ、じゃあ今度なんか紹介するね。なんか髪の毛縛ってないライブの時に髪の毛縛り方紹介するわ。今日の食べ物はチキンでございます。ってことで、じゃあ食べていきたいと思います。本当にね、今到着したの。今日のチキンはこちら。じゃーん、오늘チキン이거ドーン。満タンチキン。満タンチキンっていうチキンで、私も初めて頼みました。ということで、揚げ、あっ！시안했어요파다시했어요파다시아파다가보고싶다시보고싶다이거자開けてみたいと思います。ねえ、何これ。あ、これだ。私あれはブーブークッションかと思った、入ってる時。はい、これトルティアです。トルティアで合ってる。ペプシー、てれー。右から、違うね、左から、ポテトなんですけど、ポテトの下にフライドが入っております。フライドサラダヤンニョムでございます。これと、今回のチキン、トルティアチキンって言って、これでね、なんか巻いて食べるんだって。だからちょっとこれ開けるわ。ただ巻いて食べればいいっぽいな。 OK。 はい、で、これね、聞いて、いくらでしょう。2190円でございます。21,900円입니다。もう、サジなんで、もう安くはないけど、まあまあまあ、そんな感じ。え、신기하다。日本사람들다싸다고하고、한국사람들비싸다고하고。はい、ということで、じゃあ食べていきたいと思います。私チーズにがあんまり好きじゃないから、後でちょっと気が向いたらかけるわ。じゃあ食べていきたいと思います。え、これヤンニョムとフライドです。下が、うん、いごちんちゃん、これが本当にさ、開かないですよ。これ開かなかったら今日諦めるから。開いた。いただきます。じゃあとりあえずサラダから食べる。はい、いただきます。あ、これサラダも一緒に巻くんか。じゃあとりあえず基本のこの、これにサラダ乗っけて、なんかもう私がこうやって持つ、全部寒いぶさに見えるんだけど。え、トルティアってこんな感じなの。なんかもうちょっと私はスタイリッシュなイメージしてたんだけど。うん、てかめっちゃサクサクなんだけど、ね。え、ちょっと ASMR で食べるから、ちょっと喋らせないで。いくよ、私今、無言でやるからね。いや、思った。私もさっきよりならないなと思った。この皮はなんかパンみたいな味ですよ。なんか普通のあの小麦粉の味。小麦粉かどうかわからんけど、なんかそういう味がする。じゃあ、ヤンニョム食べる。ちょっとなんかチキンだけ食べるわ。骨がないやつ、すんざい。この味で美味しいわ。
全然辛くない。ちょっと私めげずに ASMR はこのなんか皮みたいなやつ絶対超音出るわ。なんか味的には微妙だと思うけど、なんかもうお菓子みたいなさ味する。ハムじゃないよ。本当だ、ハムに見えてきた。K-POP 춤은뭘출수있냐고하는데 K-POP 의댄스와これなら踊れる。이거이거라면춤출수있어요。これ韓国の팍グンっていう人のハンジャンヘっていう曲です。ハンジャンヘ。なんかハンジャンっていうのが一杯で、あのソジュいっぱいで、ヘがなんかするだからいっぱいやろうよみたいな感じの、カンジャンケジャンの食べ放題はいいですか？え、私カンジャンケジャン食べ放題行ったことないんだけどさ、あそこだいたい2人以上からなんだよね。カンジャンケジャン今までパクボヨンカンジャンケジャンと、私が紹介したカンジャンケジャンと、あとプロカンジャンケジャンと、あと600円の激安カンジャンケジャンと、あとプサンの方で1回カンジャンケジャン食べて、4回ぐらいいろんなとこで食べてみたけど、結局なんかパクボヨンが美味しかった。あそこのお店が一番美味しかった。でも私プロカンジャンケジャンは結構ちょっと生臭かった。しかもめちゃめちゃ高い。あそこ韓国人も行かないって言ってた。カラオケ何点取ったことありますか？私めちゃめちゃ音痴でカラオケ行かないからね、わからん。好きなおでんの具はもちきん。韓国人も自分の名前で自分のこと言うって言う？あ、言わないかも。韓国人で自分の名前自分で呼ぶの聞いたことないかも。自分の名前を呼ぶときに呼ぶとなんか鳥肌もんだって、韓国では。あー、なんか赤、子供が使うんだって。幼稚園以下って、幼稚園以下。カンホドンっていうあの結構ガタイガチリした人いるんだけど、その人がよく使うんだよ。ホドンギの実際であんま使わないって。でもし胃もたれしちゃったらこれ飲むといいよ。シークレ炭酸水なんだけど、レモン、あ、なんかライムのちょっと香りがする。이런シークレもな、用안했어요。이런シープンギ같은シープキルバナな、用안했어요。なんだっけ、ジムのトレーナーと運動、その痩せたい人の会話なんだけど、3ヶ月もダイエットしてるのになんか全然痩せないんです
あ、今何歳なの？あ、今25歳です。25年間食べてきたもの3ヶ月で落とそうとしてるの？ヒーってなるよね。トレーナー랑살이빼고싶어여자대화인데한국에서유명하잖아3개월계속운동하고있는데살이안빠져요어떻게해야되죠어지금혜원님은몇살이죠25살25년동안계속초먹고있아먹고 나요가안했어요아미즈다케논데먹토리마스って人に対して何を水みたいに食べたのか胸に手を当てて考えてみなさいあとはなんだっけなあなんかあったあそうだなんか毎日サラダしか食べないのに太ります。象も毎日野菜を食べます。それの意味は、なんか象もなんか野菜だけ食べるけど何キロ、何十キロって食べるじゃん。だから野菜でも何十キロも食べてたら意味ないよって、めちゃめちゃいっぱい食べてたら意味ないよって話。